遥か昔に、鳴らない鈴を鳴らせば悪い運気が消えていいことが起きるって予言されたらしいです。ある日、その鈴は一人の少女によって呼び起こされました。さあ、これから私と一緒に冒険の旅に出てみませんか？なんか楽しいことないかな。あ、こんにちは。お前誰？メイプルストーリーロマン風水師ララ。